まず最初に人類の文明についいて語りたいと思います文明とは何かというと大元の基本というのはどのように食べ物を手に入れるかということでつまりはどうやって生き残るのですかという話なのです人というのは猿から進化したと言われていますがこの地球上で生き残る上で非常に素晴らしい肉体的な特徴を持っていますこれは大きく2つあります もちろん直立歩行というものもあるのだけれどそれは省きます一つ目が持久力です走る速度はチーターのように速くはないのですが走り続けることができますマラソンランナーのように数十キロも走れるような動物はあまりいません加えてもう一つは肩の進化ですどういうふうに進化したかというと物を投げることができるのです 哺乳類の楽園である地球上において高度に投げることができる動物は人間以外にいません猿の一部は何か投げたりすることができますが人のものはそれよりはるかに優れた能力で例えば石とかを投げて相手を殺すことができるようなものですこの持久力と投擲能力これが我々の先祖を生き延びさせた大きな要因であるのですが それは要は狩猟時代という話なのですもちろんその後この器用な手を使って石器を作って木を削ってあるいは弓矢を作ったり槍を作ったりという形で食べ物を手に入れる狩猟的な能力が進化していくのですただそれだとやはり生産性が低いままでした例えば100人の集落があったとして全員が働いたとしても 全員分の食料を確保できるかかかどうわかからない、というそういう時代が何万年も続きましたそのうち人類はあることに気づきました穀物農産物を生産できるのではないかとそれで実際に農耕が始まりましたこの時点で大きく文明が進化しました一応言っておきますけれど例えば地球上の人類が ある日突然農耕を始めましたなんてことはありえません一部の地域から始まって次第に伝播していったわけですがその狩猟生活は残りました最終的に例えば農耕民族の中に狩猟をする人たちがいるというような状況になっていきましたこれはなんでそうなるのかというとこれも生産性の問題です例えば 農業をやるよりも狩猟の方がたくさんご飯が食べられるよとなったらそれを続けたはずですそれで次第に狩猟をする方々が農耕をする人たちに駆逐されていきましたこれは生産性の違いによって人口が違ったからですただこれも地域によるのですがそういうような話から始めることになりますまず人類が農耕を始めたのは 肥沃な三日月地帯から考えられていますがこれは異物、遺跡からほぼ確定だと思って構わないと思います具体的にはメソポタミア、シリア、パレスチナ、そしてエジプトこの辺りですね更新生の終わり、およそ1万年前気候が変化してこの肥沃な三日月地帯が農産物が生産しやすいような状況になりました 今では中近東の方だと砂漠というイメージがありますが元々はすごく緑豊かな地域でした今も一部は緑豊かなのですがなんで砂漠が増えたかというとそれは人類がその地域の資源を取り尽くしてしまったからですそのうちこの肥沃な三日月地帯に短時間で大きな収穫が得られる野生穀類が自生していて その範囲が拡大していきました。これが重要なのです。要は、なんで私たちは今、米や麦を作っているのですかということになるのですが、それは一つ種をまくことによって、たくさん食料を得られるからなのです。そうではないものは栽培されませんでした。そういうことで、これは多分突然変異によると思うのですけれども、突然変異によって、 人類類に都合ののいい野生の穀類というのが発見されそれを植えて生活するようになったわけです植えたとしても例えば栗のように植えて3年後に収穫ではダメなのですもちろんそういうものがあってもいいのだけれどそれよりも来年の食料なので1年間できちんと十分に育ってそして撒いた以上のたくさんの収穫が得られるような穀物が選ばれて それで農産というのが広まっていったわけです。食料生産が農産物によって確保できるようになると、それをうまく借り入れるとか、加工するとか、貯蔵するとか、そういう技術が発展しだしました。そして農業のノウハウ、農業によって食料を得るノウハウというのが、この肥沃な三日月地帯を中心に始まり、広まっていったわけなのです。同時に、 農産物というのは植物ですから豆とかはある程度の植物性タンパク質を得ることができるのですけれどそれだけだとなかなか人類は生き延びられないのです動物性タンパク質がいるのですもちろん狩猟はやっていたのですけれどそれだと追いつかないということで農耕の始まりの少し後大型哺乳類を家畜化するというそういう文明が やはり肥沃な三日月地帯から始まりました。この家畜化の目的というのは、もちろんミルク、あるいは肉、あと卵です。これは動物性タンパク質を摂るのですけれど、あとは毛です。羊の毛とか、皮、毛皮とか、あるいは動力源です。農作業の生産性を高めるために、まず牛に引かせようというような形で、 家畜化が始まっていきました。けれども、家畜化をする上で、哺乳類には条件がありました。簡単な例を出すと、なんでライオンは家畜化できていないのかという話です。あるいはヒグマです。家畜化できていませんよね。家畜化には条件がいくつかあります。まず、餌の確保が容易なことです。この時点で、ライオンのような肉食動物はダメなのです。 なぜかというと効率が悪いからですやはり植物特に人類が必要としていないその辺の草を餌として食べてくれるような哺乳類が望ましいわけですそもそもライオンを大量に飼育するその餌となる肉を用意するだけでこれはどうなんだろうという話になってしまいます本末転倒ですねあとは成長速度が速いことですゴリラやゾウなどは 成長速度が非常に遅いため適していませんそして繁殖が可能なことこれは重要です一回捕まえてきて育てるだけでは意味がなくて子供を産ませてそれも育ててとやらなければいけないのです例えばチーターは人類が昔から家畜化しようとして苦労したのですができませんでしたなぜかというと捕まったチーターというのは繁殖しないのです チーターというのは特定の環境で様々な条件が満たされて初めて繁殖活動をするのです人類には未だにそれの実現ができませんもう一つ気象がおとなしいことですこれはわかりますよねシマウマは馬ですよねあれはなんで家畜化されていないかというと猛烈に荒っぽいからです馬は捕まえられます馬は馬に乗って 投げ縄でヒュッと捕まえられますけれど、シマウマは捕まえられません。動物園で見ていたら、とても想像はつかないでしょうけれど、ヒュッと避けてしまうのです。しかも気象が非常に荒いのです。同じように、ヒグマ、グリズリー、アフリカ水牛があります。水牛なんていうのは、東南アジアで普通に家畜になっています。でも、アフリカ水牛は無理なのです。 要は荒っぽいからですねそういう条件でいろんな動物が奮い落とされてしまうのですあとはパニックにならないということですきちんと集団で普通に暮らせるという条件が必要なのだけれどガゼルはパニックに陥りやすくてダメですあとこれは一番大事なのでしょうけれど家畜というのは群れで飼いますですからきちんと序列がある集団を形成して リーダーダの言シカと,と,とかたらこれは群れで行動しても序列がないそうですだから非常に管理しにくいのでこれもダメですトナカイは大丈夫なのですがシカはダメなのですちなみに馬も特にお馬は荒っぽいです人を普通に蹴り殺しますでも虚勢することができるそういう技術が発展した結果 おとなしくさせて家畜として使うということができるようになりましたということですそういうようないろんな条件を全部満たして初めて家畜化できるのでこれらの条件をすべて満たす哺乳類というのは意外に少ないのです実は大型哺乳類はたった14種類なのです代表的な語種と言われているのが羊、ヤギ、牛、豚、馬です もちろんこれらには先祖がいます羊は西アジアや中央アジアのムフロンだそうですヤギは西アジアの山岳地帯のパサンこれは野ヤギと呼ばれています牛はユーラシアや北アフリカに結構いたオーロックスなのですけれどこれは絶滅してしまいました牛の先祖はもういないのです豚はイノシシです馬は南ロシアの あるいは、ウクライナの野生馬です。これが主要語種です。そして、マイナーな旧種というのが、一コブラクダ、二コブラクダ。中東では、ラクダは普通に家畜化されています。そして、ラマ、アルパカ。これは、アンデス、南アメリカです。そして、ロバ、トナカイ、水牛、ヤク、バリ牛、ガヤルということです。 家畜として飼うことができた哺乳類というのは意外と少ないのです。そしてこれがすごいのですが、14種類のうち12種類がユーラシア、あるいは北アフリカなのです。他の2種類は南アメリカのラマとアルパカなのですが、ラマとアルパカは同じ種だと言われています。しかもアンデス産地、今のペルー、昔のインカ帝国限定。 そこで生息していただけあって、他のアメリカ大陸には家畜がいなかったのです。人類は結構昔に、このアメリカ大陸に渡りました。ウェーリング海峡。その時は陸続きだったのでしょうが、そこを渡りました。そして、それこそ動物性タンパク質を取るために、哺乳類がたくさんいたのかもしれないけれど、人間が殺し尽くしてしまったと言われています。 そしてかなりが絶滅してしまったので、それで家畜化できる大型哺乳類が残っていなかったというのが実は真相らしいのです。ということで、この家畜、あるいは農産、農業といった文明が肥沃な三日月地帯を始まりに広がっていったのですが、壁がいくつかあるのです。一番わかりやすいのが、ユーラシアというのは東西に長いのです。つまり、 井戸がだい,たい同じなのですととうことは気候風土もあままりり変わりませんちなみにヨーロッパで日本と同じ緯度の国というのはポルトガルとかスペインです日本というのは意外と南ですよねイギリスのロンドンなんて樺太です非常に北なのですいずれにしてもヨーロッパも日本も大体同じ緯度あるいは中国の中原地帯とか あるいは中央アジア、トルコ辺り、この辺りは同じ緯度です。そうなると、もちろん砂漠とか土地の条件はありますけれど、気候風土が同じだから、意外に文明が伝わりやすいのです。ということで、この同緯度帯を経路として、畜産がユーラシアステップ、中国、インド、北アフリカ、欧州へと広まりました。そしてユーラシアでは、 唯一日本ののみにはは畜産が伝わらなかったでですすこれは重要ですつまり日本海には壁があるということですさらに南北アメリカ大陸およびオーストラリアには農業もだけれど家畜の文明も伝わりませんでした家畜文明はインドネシアまでは行ったのですあるいはパプアニューギニアまでですスタンダードですねつまり 昔インドネシアはマレー半島と一つだったのです比較的大きい大陸だったということです何が言ったかというと豚犬鶏ですこれらの家畜文明が入ってきましたそしてもう一つ壁がありますサハラ砂漠ですこのサハラを越えるというのもなかなか難しかったのですでもいずれにしても南北アメリカもアフリカもそうですけれど 縦に長いのです南北に長いのです南北に長いということは同系土体ということなのですつまり緯度が異なってくるから進めば進むほどどんどん気候風土が変わっていくから文明が伝わりにくいというそういう問題がありましたちなみにオーストラリアは農業が全くなされていませんでしたもちろん家畜もいませんでした なんでかというとあまりにも乾いていて農業ができなかったからですということでクック船長たちイギリス人の彼らがオーストラリアに行った時現地の先住民の方々は狩猟民族でした狩猟民族のままだったのですだから当然人口もそんなに多くなかったのです数十万人この広大なオーストラリアに数十万人という感じだったのです そしてより問題になるのは南北アメリカです。例えばカナダとメキシコ、あるいはエクアドル、ちなみにエクアドルはスペイン語で赤道という意味です。あるいはブラジル、あるいはパタゴニア、縦に長いのですけれど全部環境が違います。そうなると当たり前だけれどメキシコで生産できるトウモロコシがカナダでは生産できません。 そういうような形で農業とか牧畜が伝わりにくいというこういう傾向があったのですつまり各井戸帯で文明が孤立していったのです人もあまり動かなかったのですそういうことで大きく4つ壁が起きましたまずアメリカ大陸とユーラシアを分ける大西洋の壁そして日本をユーラシアから除外する日本海の壁 サハラ砂漠そしてオーストラリアとパプアニューギリアの間の壁ということですこれは2014年の世界の人口一人当たりの家畜の頭数ですこれの何が問題なのかというと驚くべきことに日本は今でも人口一人当たりの家畜の数は世界最低です文明が違いますからでしょう歴史的に食用家畜つまり 肉とかミルクを摂取するための家畜を浮有しない農業を成立させたのは日本とスペイン人襲来前のアメリカ大陸のみですイギリス人がやってくる前のオーストラリアでは農業が成立していませんでしたしけれども今ではオーストラリアとかあるいは南アメリカとか北米もそうですけれど人口一人当たりでは家畜がそこそこ存在していますこれは 後から入った白人が農業・畜産業をやっていった結果こうなったという話でもともとはいなかったのですということで日本だけが唯一残った非家畜農業国なのです家畜はいますけれど人口一人当たりだと少ないわけですこれは何が問題なのでしょうかこれには重大な問題があるのです例えばオーストラリアとか 南北アメリカ大陸に住んでいる人たちでは多数派が白人です。あるいは白人と現地の人の根血のケースもあるけれど白人が主体になってしまっています。あるいは後からアフリカ大陸から連れてこられた黒人の方も多いのですけれど要はオーストラリアと南北アメリカ大陸はもう明らかに民族が入れ替わってしまったのです。要は 先住民が絶滅に近くなってヨーロッパ人あるいはアフリカの黒人たちがあるいはその根血たちが今住んでいるということになってしまっていますなぜこんなことになったのでしょうか先ほどから家畜と言っていますけれどこの家畜確かに非常にありがたい食料源なのですけれどある問題を引き起こすのですそれは疫病です当チャンネルに 詳しく説明した動画があるので、興味のある方はご覧ください。日本人には想像がつかないでしょう。日本を除くユーラシアでは、あるいはユーラシア、北アフリカでは、人間と家畜が同じ空間で生活します。その結果、家畜発症の病原菌が進化して、疫病として広まるということが多々ありました。例えば、ハシカは、 牛が発祥だと言われています。結核も天然とおもうし、インフルエンザは豚、アヒルです。鳥インフルエンザを覚えていますかあれは中国でしたね。そして百日石は豚、犬です。熱帯性マラリアはカキン、ニワトリ、アヒルです。つまり家畜を飼って、かつ同じ空間で生活するから移ってしまうのです。厳密に言うと、 人間に感染することに成功した病原菌だけが生き残ったのです。それ以外は全部消えてしまった、ということなのです。ということは、家畜を飼う文明というのは、疫病とセットなのです。逆を言うと、家畜がいない文明というのは、疫病がないということなのです。いいじゃないですか。い,いえ、よくはないのです。疫病がないということは、 人間が疫病に対する抗体を持てないままそのまま文明を続けてしまったということなのですということで悲劇が起きましたアメリカ大陸先住民の悲劇です1492年コロンブスが率いるスペイン戦三隻がサンサルバトル島に到着しました今の西インド諸島です1493年コロンブスが第二回航海に来ました この時点で先住民の虐殺と天然痘の流行が始まったのですアメリカ大陸には天然痘はなかったのですがコロンブスたちが持ち込みました現地の先住民の方々は抗体を誰も持っていないのですですから病原菌は移りたい放題なのです1521年コルテスがアステカ帝国を滅ぼすということなのですが もうコルテスの襲来前に2000万人だったアステカの人口はアステカはメキシコですけれどアステカの人口は天然痘大流行で1618年に160万人に激変してしまったということなのです1533年ピサロがインカ帝国の皇帝アタワルパを処刑しまして帝国を滅ぼしてしまったのですがピサロの勝利はそれ以前に インカ帝国の上層部の多くが天然痘で死んでしまっていたからなのですということで疫病が蔓延したユーラシア大陸から隔絶されていた南北アメリカ大陸の先住民は抗体が全くない無防備状態ですそこに疫病まみれのスペイン人が侵略してきたのでもうどうにもならなかったのですスペイン人は天然痘ハシカインフルエンザ チフス、ジフテリア、マラリア、オタフクカゼ、百日咳、ペスト、結核、黄熱病など、いろんな病原菌を持ち込み、その結果、これらが南北アメリカ大陸で猛威を振るい、最終的には先住民の95%が犠牲になったと考えられています。先住民側には全く抵抗のしようがなかったのですから。これは下手したら、 同じ悲劇が我が国で起きてもおかしくなかったのです。なぜかというと、日本には畜産の文明がありませんでしたから。日本書紀には、トライ人による養豚の記述があるのですが、仏教公伝とともに、摂政禁断の思想が広まって、廃れてしまったとあります。仏教公伝だけの問題なのかな、という気はしますけれど、豚を屠殺するとかの作業が、 単純に合わなかったのではないでしょうか魏志和人伝には和の地には牛馬虎ひょう羊羊カササギがいないとの記述があるから本当に家畜がいなかったのですわざわざ中国人がいなかったと書くぐらいですからこれはなぜかというと別の方法で動物性たんぱく質を取れたから必要がなかったというのが一番大きいのです 別の方法とはもちろん海産物ですそういうことで住民が海産物から動物性タンパク質を取っていた日本では畜産業が流行らなかったのですでもこれは幸いなことに疫病その病原菌を持った人間の来訪までもを食い止めることはできませんでした当時の人にとっては幸いではないのだけれども長い目で見ればこれが幸いしたのです これは古事記の記述なのですけれど、天皇の御代に、えやみいたに起こりて、人民月しと時、現代語訳、スジン天皇の御代に悪い病気が盛んに流行して、伝染病にかかった人民は次々に倒れ、今にも人、皆死に絶えてしまいそうになったことがあった、とありますが、この時に死ななかった人たちは、後退を持って生き延びたわけです。その後も、 結局、中国大陸、ユーラシア大陸から様々な病原菌が入ってきて流行したことがありましたが、それで抗体を持った人だけが生き延びたということなのです。言い方が変だなぁと思うのだけれど、残念なことに抗体を持たない日本人はみんな死んでしまったのです。我々はたまたま抗体を持った日本人の子孫なのです。これは本当に幸いで、もし畜産物はもちろん、 病原菌も日本列島に全く入ってこなかったということになると誰も抗体を持たない状況でいわゆる大航海時代において種子島にポルトガル人の襲来を受けグローバル化の波に飲み込まれることになったでしょうそうすると南北アメリカ大陸のようにほぼ全滅となった可能性がありますしかしそうならなかったのは南北アメリカ大陸などと違って 病原菌が入ってきてきいたからです畜産物が入ってこないので、畜産発の病気などは広まらなかったのだけれど、人間の移動は止められなかったのです。ということで、人類の食料調達の歴史を見ますと、こんな感じになっています。もともと、狩猟、採取の人々が生きていたわけなのですが、紀元前9000年頃に、肥沃な三日月地帯で、 農耕そして牧畜が始まって世界に広がっていきました地域によるのだけれどやはり農耕牧畜の方が生産性が高い傾向が強くて人口が増えるからですするとだんだん狩猟採取の民は駆逐されていくという状況になっていきましたあるいは農耕がだんだん強くなっていくと牧畜牧草地にも どんどん入植していくようになっていきました。中国の歴史というのは基本的にそうです。中原の方で人口が膨れ上がってしまって、それで北へ北へと牧草地に行ってというような形で入植していきました。もちろんそこには遊牧騎馬民がいますからぶつかるわけです。そしてこの遊牧騎馬民なのですけれど、なんで遊牧騎馬民族と言わないのかというと、 民民族族ででででははなないかからです。民族はバラバラです。す。ババババララララ人種とかもバラバラなのですしかし同じような生活をユーラシアステップで行っていましたこれは逆に言うとそもそも農耕と牧畜を分ける時点でおかしいのですユーラシアの各地では普通に農耕をやりつつ牧畜をやっていました農業から穀物を得て牧畜で動物性タンパク質を得るというような こういう生活なのですけれども、ユーラシアステップは話は簡単で、乾きすぎていて農業ができないのです。ということで、農業を放棄して、家畜を飼育することで生活を成り立たせる人たちが遊牧民なのですけれど、当初は徒歩で草地を求めて遊牧生活を送っていたらしいのです。そのうち農耕文明の方で、 様々な技術や文化が発達し、いろんなものが欲しくなって、農耕文明と交易をきちんとするようになりました。そして、ウクライナの南ですね。あの辺りで馬に乗って戦うという戦術が生まれました。いわゆる騎馬戦術です。これを始めたのは、南ウクライナ、あるいは南ロシアの辺りのスキタイ人だと言われており、 今のところそれを覆す、もっと古いのではないかというような資料は出てきていません。スキタ以降、遊牧生活を行いつつ馬に乗って、それで狩猟もするし、いざとなったら戦うという騎馬戦術を用いるのが遊牧騎馬民ということになりました。この遊牧騎馬民は農耕地帯に対してとてつもない脅威になりました。 なんでかというと、牙の戦士たちに立ち向かうには、農耕民側も牙で戦わないとダメなのですが、農耕地帯はもともと広大な草地が乏しくて、馬の使用が難しいのです。農耕地帯というのは固定されているので、民は土地に縛られることになります。だから、隠蔽したり退避したりすることができません。でも、 遊牧騎馬民側は、暴行が手薄な地域を吸収して、不利と悟れば逃げてしまい、追いかけても捕まえられません。拠点がないため、農耕民側の反撃はほぼ不可能だったのです。だから、例えば、新帝国の始皇帝は、万里の頂上を築いて、土地自体を守ろうとしたのです。あまり効果がなかったらしいのですが、それで当たり前だけれど、 その遊牧騎馬民の脅威にさらされた農耕地帯からは人がいなくなってきます。すると当然生産性が下がって人口も減少するということで農耕民側はそれを防御するためにどうするのかということに常に悩まされることになりました。遊牧騎馬と対抗するには先ほど言ったように騎馬戦以外の方法がないのですけれど農耕民は 一食十が、牙、あるいは遊牧ではないので、生活スタイルが全然違うわけです。ということで、わざわざ自分の生活とか、自分の服とか、武器とか、訓練とかを全部変えなくてはいけなくなりました。それに対して遊牧騎馬民側は、普通の日常生活で襲ってくるのです。このコストの差は大きいです。 中国の春秋戦国時代の戦国時代の頃、蝶という大国が北の方にあったのですけれど、これはなぜ大国になったかというと、遊牧騎馬民たちの戦いのスタイルを無理やり取り入れたからです。そうしたら中原で最強になってしまったのですが、やはり抵抗はすごかったようです。何しろズボンを履かなくてはいけないわけです。そしてそもそも、 誰も馬に乗ったことがないのにそういう人をきちんと馬に乗せて戦わせるということで大変な苦労をしましたがそれに成功したらやはり戦闘では中原で最強になりました我々は多分この遊牧騎馬民の脅威というものを結局受けないまま今に至っていますからどのぐらい怖いかというのがわかりません一応モンゴル帝国が、 原稿という形で攻めてきましたけれど、やはり海を渡ってきたら遊牧騎馬民の戦闘能力は落ちます。馬を運ぶだけで大変ですし、人数も限定されます。そして、汽車能力、つまり馬に乗ったまま弓を射いてくるのです。それと、機動性、人間が全然追いつけない速さなのです。 持久力は人間が勝つかもしれないけれど、瞬発力は馬には全然勝てないです。そして展開力です。集団で展開してくるのです。この熟練のジンバワンセットの選手というのは、現代に例えると最高性能の超音速爆撃戦闘機とパイロットに該当すると思われます。遊牧騎馬民が出現した紀元前800年頃から、 秋銃が発達するあるいは大砲が発達する17世紀まで遊牧騎馬軍団こそが地上最強の兵力でしただからモンゴル帝国はあんなに強かったのです司書に残る最初の遊牧民の帝国はダレイオス1世のアケメネス朝ペルシャやアレキサンダー大王のマケドニア軍当時の大帝国ですが それと戦って撃退したスキタイ人です。だから結局、アケメネス朝もマケドニアもスキタイに勝てなかったのです。このスキタイというのは、黒海、カスピ海の北、ウクライナの南、南ロシアあたりに勢力を誇った遊牧民を中心とした国です。このスキタイ人は民族なのです。スキタイ民族なのだろうけれど、 この時点で、スキタイの国は多民族帝国だったのです。遊牧騎馬民、王族スキタイであったり、遊牧スキタイといった、本当の騎馬民族と言っているのです。遊牧騎馬民族です。しかし、それだけではないのです。農耕に従事する農耕スキタイ、農民スキタイ、あとカリピダイ、ギリシャ人です。ギリシャ人は、 当時国会まで行って交易をやっていましたそういう方々を全部融合した多民族の帝国だったのですなぜか遊牧民の帝国というのは人種とか民族はほぼ意識しないのです実力主義ですコミュニケーションが大丈夫かなと思うのですけれどもねモンゴル帝国だって例えばイスラムの商人たちが高級官僚になったりとか あるいはウイグル人とか、あるいはキッタン人、キタイ人とかを戦力の中心に据えたりとかいう形を包含していくのですけれど、もともと国、金は閉じられた国境で守られた国という概念がない人たちだから、こういう多民族の帝国を作りやすいというのはあるのだと思います。その後、南ロシアのスキタイから騎馬戦術が次第に東に伝わっていき、 それで、漢を非常に苦しめた郷土の木興という形になりました。その後、郷土が今度は西側に行きまして、それでハンガリーの先祖の紛族になったと言われています。事実のほどはわかりませんが、一応そういう話になっています。ということで、たくさん木興するのです。なんでかというと、遊牧帝国は作るのは早いのだけれど、 壊れるのも早いのです。何しろ実力主義だから、そのトップの方に本当の力がないという話になると、食えなくなるからすぐに離散してしまうのです。そういうことで、それをきちんとまとめるような強力なリーダーというのが必要だったのです。強度で言うと、僕突然雨です。リーダーの力、あるいは王家の力がなくなると、あっという間にパッと離散して、 別の国を作ってしまううといいい形で結構つながっているのだけれど民族的には違いますこの中で最後はご存知のようにモンゴルが全てを支配する形になったのですけれどもこの遊牧帝国については問題の江上浪夫が騎馬民族国家日本古代史へのアプローチにおいてきちんと分かりやすく説明しているのです。 月帯以降、騎馬文化がユーラシア東部へと伝わり、郷土、戦費、突欠、ウイグル、吉丹、そしてモンゴルと強大な遊牧帝国が生まれていった。厳密には生まれては消えていったということなのです。我々は中国を苦しめた北方遊牧民、あるいは遊牧騎馬民をすぐイメージしますけれど、例えば、 大帝国を作ったイスラム勢力の拡大も、あるいはスペイン人のアメリカ大陸征服も、騎馬戦術がなかったら無理だったと言われています。特にアメリカの場合は、先住民は誰も馬を見たことがないのです。そこに鉄で武装していたわずか100機の騎馬の戦士たちが突撃してくるだけでもう余裕で勝てないという状況になっているのです。 実際にピサロがペルーを滅ぼす時の一大合戦があったのですけれど、その時はスペイン側が200人弱だったのですが、対してインカ帝国側は何万人もいました。でも勝てなかったのです。インカ側には鉄がなかったのです。そういう技術の差で圧倒して、結局ペルーのインカ帝国は滅ぼされてしまったのですが、 そのくらいの差が出てしまうのです。この江上奈美夫は、騎馬民族国家の前半で、こういう話をしているのですが、ここまでは非常にまともなのです。きちんと詩書を読んで、詩書の通り書いているだけなのですから、まともなのも当然のことですが、変に歪めていないので、読んでいると、江上って散々批判されているけど、結構まともなんだなぁ。 と思うような内容です。と思ったら、後半、がらりと変わります。ということで、江上奈美代の騎馬民族征服王朝説ですが、今の北朝鮮北部に、不与という、これは遊牧民の国があったのですが、ここから日本列島に騎馬民族がやってきて、皇室の先祖になった、と、そういうふうに書いてあります。そしてまた、 こう書いてあるのです。そこで、危機の伝承によって、天神なる外来民族、特にそのステンソン系の日本トラ来のコースが、東部満州、北部朝鮮、富予、航栗、南部朝鮮、から、未まな、北九州、つくし、紀内とたどれるように思われる。これは彼の頭の中にしかないファンタジーです。 何の証拠もないのだけれど、でもさすがにたどったとは書けないから、思われると最後結んでいるのです。え、危機の伝承によってこうなるのか、と。だって、日本書紀にも古事記にも天皇が馬に乗っている光景は一つもないのです。しかも危機には、もともと、姫家の国にいた神武天皇が統制して、その後天皇が代を重ねて、今度は、 日本全体に広がったというそういう国の成り立ちが全部書かれているのです。どこにも外来民族が来たなどと書いてありません。当チャンネルの基本的な考え方は資料中心です。そして日本の司書も中国朝鮮半島の司書も素直に読みます。変な固定観念を持たないようにしています。そして司書のみならず考古学、 地質学、遺伝子工学などなどの多面的な視点で解説します。そして、いわゆる自虐士官の立場も、広告士官の立場も取りません。客観的に真実を探りましょう、という趣旨です。江上奈美夫は考古学者なのですが、日本書紀とか古事記をきちんと読めないのでしょうか。そして、多くの日本の学者たち、 歴史小説の作家たちは、これはまさに江上波男ほどひどくはなくても、危機を全否定、あるいは危機を否定しながら、自分に都合のいいところだけは引用するというダブルスタンダードを取り続けています。あと、特定の思い込みを排除します。江上波男の日本人の天皇の先祖は不与から来た、みたいな、そういう勝手な思い込みです。 全く証拠がありません。古墳や遺跡、神社など、現代に残されている遺物を重視する、ということで反論できます。そして、江上波美雄の危機の、日本書紀古事記の陳解釈です。彼はこう書いてあります。また、二荷の御事が、つくしの日向の高千穂の峰に甘くだったことを述べた古事記の一節に、ここにのりたまわく、 ここはから国に向かい、カさの岬に巻き通りて、朝日のたださす国、夕日のひでる国なり、彼、ここは意図良きところとあって、ここでも韓国、すなわち南部朝鮮のことが特に言及されていて、とありますが、韓国ではありません。から国なのです。から国というのは、 ろなな国というようよ意味で、韓江上はそれを知らないのか無視しているのかわからないのだけれどそこを天神の故郷と介すれば文意がおのずから通じるように感じられると感じているのです江上さんすごいですねこれは九州の地図ですけれど普通に唐国だけというのは宮崎県にあるのです その前が高千穂の峰なのです。そうなっているのです。そして、笠佐の岬は鹿児島県の西です。ちなみに、宮崎県の北部に高千穂峡というのがあるのですが、いずれにしてもこの地域のことです。だから、唐国に向かい、それはどう考えても唐国だけです。なんでこういう現実の地形とかを無視するのでしょう。不思議な人です。 そもそも「からくりに向かい」というのをどういうふうに表現するつもりなのでしょうか北九州で韓国を見ているという話なのでしょうかよくわかりませんもう彼の結論は決まっているのです皇室は韓国から来たということですこれが面白いのは彼は「にぎのみ事は認めているのですそうですよねそうでないとこういう文は書かないですよね ににぎのみこはいた、ということになっているのです。あるいは、みまな、これも絵紙が書いています。みまなこそ、日本の出発点であった、ということです。みまなはどこかというと、朝鮮半島の一番南です。彼の言う、から国、ですね。そこを根拠とし、スジ天皇を主役とした天神外来民族が、北九州に進撃し、ここを占領したのが、 いわゆる天孫降臨の第1回の日本建国でその結果、主人は美ナの宮城に居住した天皇美牧天皇と呼ばれたのと同時に初国白須めらみことの称号も与えられることになったのであろうなったと書きたいのでしょうが全部自分の想像だから書けないのでしょうこれも変な話です。絵紙は美真名韓国の水面から、 孫神天皇が北九州にやってきたとそこに書いているのだけれどこの人は本当に日本書紀をろくに読んでいないのだなということがわかります日本書紀にこう書いてあります大から国つまりから、つまりはミマナ、つまり朝鮮半島の南ですあの辺は昔和人の国でした魏志和人伝にもそのように書いてありますの王子 そこからやってきた王子に、水仁天皇が、自分の国に帰りたいかと問われたのです。すると王子が、大変帰りたいですと答えました。そこで水仁天皇は、彼に、お前が道に迷わず、早くやってきていたら善行つまり、ジン天皇です。スジン天皇にも会えたことだろう。そこで、お前の本国の名を改めて、 ミマキスメラミコトの魚名を取ってお前の国の名にせよと言われただからその国を名付けてみまなの国というと書いてあるのです話は逆なのですから朝鮮半島の南の和人の地域から王子様がやってきたのですそれでではお前の国の名を見まなにせよと言ってでは見まなになりましたと書いてあるではないですか ところが、江上の頭の中では、見学が最初からあって、そこから主人天皇がやってきたということになっているのです。すごいですね。そして、江上奈美が本当に許せないのは、危機のつまみ食いをするからです。だからまさに、ダブルスタンダードなのだけれど、今見てきたように、都合がいい部分は危機。日本書紀や古事記から引用して、 しして自説を補強しようとしていますところが、神武天皇から開花天皇までは全否定するのです。これは、日本の戦後の歴史学者の特徴の一つなのですが、最初に十分批判を加えながらも、できる限り、危機の神話、伝承に即して、日本国家成立の問題、言い換えれば、大和王朝樹立の問題を考えてみたい。ここまではいいのです。 立派ではないかと思いますところがそもそも神武から高原開化までの所定が実在しない天皇であることから明白で何を言っているのでしょうこれには根拠がないのですでも実際に日本の歴史学会では神武天皇から開化天皇までは嘘だったということになっているのです私は未だにその理由が示された文献を目にしたことがありません この絵紙も自分でできる限り危機の神話伝承に即してと言っておきながらいきなり神武天皇から開花天皇までを実在しない天皇であることが明白でと書いているわけですそして奈良朝要は日本書紀とか古事記が書かれた時代ですけれど朝廷は日本古来の伝統的王朝たることを主張しその意図をもって危機の編纂がなされた このようにして大和王朝は日本の土地に遊園の昔に創始されたごとく書伝されたが真相は前日のようなものであろうとありますがこれには全く根拠がありません単なるファンタジーです自分のファンタジーを散々書いて都合がいい時に日本書紀とか古事記から文章を持ってくるのですそれで最終的には 神武天皇から開化天皇まではいなかった「日本書紀」とか「古事記」というのは要はそれは嘘であると書いているわけですだったら何で引用したのと思いますどうですかこれがある意味で日本の戦後の歴史学者のスタンダードなのですどれだけ情報が狂ってしまうか分かりますよね江上波雄は騎馬民族征服王朝説の根拠を自分で書いています 1. 1前期古墳文化と後期古墳文化が互いに根本的に異質である。2. その変化がかなり急激で自然な推移を認めがたい。実は彼が言っているのはこの2つだけなのです。その後は付随した話で、3. 一般的に農耕民族は急激に他国、あるいは他民族の異質的な文化を受け入れる傾向が少ない。 4. 大陸北方系騎馬民族文化複合体が一体として持ち込まれたのであろうと解される。これは1と2が本当に正しかったらその可能性は否定しません。5. 後期古墳文化の時代になって急に多数のマムロを使用するようになった。6. 後期古墳文化が王皇貴族的騎馬民族的な文化。 この辺は確かに事実なのです。7、後期古墳の濃密な分布地域が軍事的用地と認められるところに多い。これは江上奈美の勝手な思い込みです。というか逆に騎馬民族でなくたって軍事的用地に王様が住むのは当たり前のことです。むしろ逆にそうではないところになぜ古墳とかを作るのだという話です。8、 一般的に騎馬民族は陸上の征服活動だけではなく海上を渡っても征服欲を満足せしめようとする例が少なくないでもそうではない騎馬民族の方が圧倒的に多数ですよというツッコミは置いておきます江上美夫はこう書いています前期古墳文化人なる和人が自主的な立場で騎馬民族的大陸北方系文化を受け入れて その濃厚民族的文化を変質させたのではなく大陸から朝鮮半島を経由し直接に日本に侵入し和人を征服支配したある有力な騎馬民族がありどこかはわからないですあると書いてありますその征服民族が以上のようなというのは1から8のことです以上のような大陸北方系文化複合体を 自ら代動してきて日本に普及させたと解釈する方がより自然であろうと考えるのである。というような話なのだけれど、江上の論理の前提は1と2です。前期古墳文化と後期古墳文化が互いに根本的に異質なのか、その変化は本当に急激で自然な推移を認めがたいのか、ということですが、実際には、 騎馬民族的な乗馬の習慣横穴式の石室金あるいは銅の送信具これは騎馬民族的なのですが一言で言うと華やかなのですこれは確かに日本の古墳から副葬品や遺品で出てきているのですけれどこれは急転的突発的に出現したのではなくその需要普及は5世紀代つまり西暦400年代の100年かけて 極めて全身的に進んだと、あるいは古墳の変質は5世紀、期限400年代ですが、その年代を通じて徐々に進行したと古墳学者はそう言っています。そうすると、これだけで江上の説は全否定になってしまうのです。全部ひっくり返ってしまうので、江上は死ぬ瞬間までこういう現実を認めませんでした。いや、急激に起きたんだと言っていましたが、 そんなことはないのです。先ほど、義士和人伝をちらっと引用しましたけれど、卑弥呼の時代というのは、日本に馬はいなかったのです。そして別の動画で解説していますが、その後、邪馬台国が滅びて、山東王朝が大切り、熊蘇を制圧して、九州も支配するようになりました。そして、神宮皇后の白木遠征というのがあり、その後、朝鮮の歴史書、 あるいは中国の歴史書に和人とコウクリ新羅百済という朝鮮半島の国々が戦い続けたというような史実がきちんと残っていますしかも皇太后妃という元コウクリの王様の石に刻まれた歴史書まで存在しています和人と戦っていた証拠が多数残っているのです朝鮮半島で騎馬兵と戦った日本の兵隊には 牙はすごいなということを実感したものと思われますなので様々な騎馬民族的な文化が入ってきました日本人は流行が大好きなのでそういうのが流行り始めましたすぐ忘れてしまうのですが流行は大好きですそれでこの後期古墳時代に次第にそういう騎馬民族的な服装品とかが使われ始めましたかっこいいからということで 実際に来た人もいるのでしょう。実際はそんな感じなのです。そして、その後、廃れてしまいました。流行るのも早いのだけれど、廃れるのも早いというのが、日本の特徴です。ということで、実際に日本は、後の方になったら、騎馬民族の色が、全くなくなってしまったのです。これがどう考えても現実です。あるいは、史実です。ところが、 江上は最後まで自分の説にこだわっていや急激に一瞬で変わったのだ古墳の中身は一瞬で変わったのだということをずっと言い続けましたそしてこの江上ですけれども1991年になんと文化勲章を取りましたここまでファンタジーな嘘っぱちを広めてしまった罪深い歴史学者考古学者が文化勲章まで取ってしまう 悲しいことに、これが我が国なのです。皆さんもお分かりでしょうが、日本人は畜産遊牧を全く知りません。本当に騎馬民族に征服されたのだったら、文化文明として絶対に残ります。何もないのです。例えば、食に、ご飯を食べる時に家畜のミルクを利用するというようなことが、明治時代まで一切なかったのです。そして肉食中心で、 秋に家畜畜畜を屠殺すす。るるといいうののののがユーラシア産産民、あるいは畜産農耕民あは農特徴なのです秋にみんな殺して冬を乗り切るのですオータムキリングと言いますあるいは肉の保存法干し肉燻製塩漬け全くこういう文化がありませんだって肉がないのですそしてユーラシアの人々は家畜の内臓や血も食べます 日本人は食べません。今でも多分、ステーキの血とかに嫌悪感を持つ人は多いでしょう。あるいは、内臓と聞くと、やはり引いてしまう人も少なくありません。日本人以外の人たちには、そんな嫌悪感はありません。普通にそういう歴史を積み重ねてきたからです。我が国だけはないのです。あと、決定的なのが虚勢です。やはり遊牧民… あるいは牧畜民は家畜としての馬の数馬だけではないのですが家畜の数を調整したり品質を高めたりするために虚勢しますあるいは気象を抑えて扱いやすくしますあと敵に奪われた際に繁殖に使えないようにする発情期に興奮させないこれは大事なのです十字軍がヨーロッパからやってきた時にイスラムの騎馬軍団と戦ったのだけれど ヨーロッパの馬は虚勢されていませんでしたするとお馬がイスラムの目馬に興奮して勝手に走り回ってしまってそれで負けたというそういう逸話があるくらいですですから戦うのだったら虚勢しておかないと本当にまずいのですということで虚勢しますけれど日本人のほとんどは多分虚勢について陰形を切り取る 竿を切り取るというふうに勘違いしているのですけれど違います抗がを摘出するのですいずれにしても残酷だと思いますつまりやったことがないのですただユーラシア大陸では家畜はもちろん人間を虚勢するという文明すらありますこれは別に中国のカンカンだけではなくヨーロッパにもあったし中東にもインドにもありました それはもともと家畜を虚勢して、それで管理をしてというようなそういう文明だからです。我々はその影響を全く受けていないのです。ここまで来たらわかると思いますけれど、騎馬民族征服王朝説というのは真っ赤な嘘なのです。完全に江上の頭の中だけで勝手に想像されたファンタジーで、それを後からいろんなものをつまみ食いして、 説得力を持たせようとするのだけれど全部ひっくり返されてしまうのですでも日本に広まってしまったのですこれが何なのかということなのです戦時中大東亜戦争の最中日本神話が史実として扱われ神武以来の万世一系の歴史が徹底的に押し込まれましたそして絵画説騎馬民族征服王朝説には それを打ち壊す痛快さ、斬新さがあり、開放感を招く力がありました。また、人々の心の奥底では、日本が朝鮮半島や中国などに対して、近い過去に行ってきたことの償いの役割を、あるいは果たしたのかもしれません。うんぬんかんぬんと、考古学者で国立歴史民俗博物館名誉教授の佐原誠氏が、 騎馬民族は来なかったという本で書いていますしかしながら色々いろいろ絵上の活動によって50年も経つと騎馬民族の征服は伝統として定着してしまったということなのです正しくは仮説単なるおとぎ話に過ぎないものですこれは非常に厄介だなと思うのはこれだけ見るとただのファンタジーだけど全体の構造の一部としての 騎馬民族征服王朝説の流行というのがあったあるいはあるのではないかということなのです実際の皇統は天照大神がいてその孫の二二義の御事がいてその非孫の神武天皇がいてそこから近城陛下につながっているというのが皇統なのですけれど騎馬民族征服王朝説が正しいとなると 大陸の騎馬民族が朝鮮半島を伝って、主神天皇としてやってきて、そして、王神天皇が機内に、つまり、山と奈良に遷として、その延長線上に、近城陛下ということだから、今の皇統の先祖が朝鮮半島出身ということになってしまうのです。あるいは、大陸出身ということになってしまいます。これは明らかに、 皇室の価値を貶としめて皇統断絶という政治目的に使われないでしょうかということです邪馬台国機内説あるいは邪馬台国当選説という嘘もそうなのですけれどここには共通点がありこういう全体の構造の一部を成しているということなのですまずは大東亜戦争の敗北がありましたその後 GHQ が 二つの大きなことをやりました。一つ目が南北朝時代以降、皇位継承権者を確保する目的で建てられた世襲親王家である十一宮家を皇籍から離脱させ、さらに GHQ が高等士官を持っている歴史学者を中心に公職追放というのを行ったのです。公職というのは教職など公務員になれないということです。 その結果残ったのは自虐的なあるいは GHQ に媚びへつらうそういう歴史学者だけでしただから高等士官全否定でそれが未だに続いています反対側では宮家が離脱してしまってかつ9人連続皇室で生まれたのが皇女だったということで皇族が減少していきました内親王殿下はご結婚されるといずれ降下されて 皇族から抜けてしまいます。皇族がどんどん少なくなっていきます。そして自虐史官側というのは、ただの自虐史官で、皇統史官全否定だけだったら全然通らないのだけれど、そこに味付けをするものが現れました。それが、邪馬台国畿内説と当選説、さらには騎馬民族征服王朝説です。皇統への損通の念を排除するということができますよね。 だって伊沢元彦などのように本当に邪馬台国の卑弥呼が天照大御神だとか言っている人がいるくらいですからどういう理屈なのでしょうかとりあえず日本書紀と古事記の全否定なのです全否定なのだけれど都合のいいところだけは引っ張り出しますあるいは騎馬民族征服王朝説が正しかったとしたら我々の皇室の先祖は朝鮮半島 あるいは満州出身だということになってしまいます実際は違うのですがそうすると何か価値がだんだんと下がっていきます高頭への損数の念を排除しつつ皇族が減少したからということで女系天皇容認論です現実には男系ではない天皇のことですが女性宮家という政治的なイシューがクローズアップされてしまっておりますけれど 皇族が少なくなっているから、女性はご結婚されても三宅に、つまり皇族として残れるようにしましょう、というのが女性三宅です。例えば、真子内親王が小室何がしと結婚しましたとします。それでそのまま皇族として残られると、これは2000年以上の日本の歴史上初めて一般人の男性を皇族に入れたということになってしまうのです。 そんなことはやったことがないのですもし万が一その眞子内親王殿下と小室何がしのお子さんがこれは男子だろうが女子だろうがどちらでもいいのですけれど次の天皇になりましたとなったらこの時点で人武系の高等は断絶しますそして小室系王朝というのが始まることになってしまうのでどう考えてもこれは最終目標が のの断絶にあるのではなぜこんなことをするのかというとまさに日本国を壊すため解体するためです GHQ が始めたのは確かなのだけれど今のアメリカ人はこんなことを思っていないと思われます混乱を招くだけだからですでも戦争に負けた直後の占領期に GHQ が植え付けた種これが育っていって 日本人の循環によって、おかしな歴史観とかが広まって、強盗に対する意識が全くなくなってしまって、それで高等を断絶させてしまえば、最終的に日本国は解体できるという、そういう巨大な政治的なプロセスがあるのではないかとしか思えません。